クロス、花田のヘディングシュート決まりました。ヘディングシュートを決めていきました。ということで始めていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、もう選手には来ていただいておりますけれども、今日はこちらの3選手に来ていただきました。なんかすごい新鮮なメンバーで、誰がこの場を回すんだって、まあ、いつもあったね、有田選手とかね、誰かしらいるんですけど、五稜選手とか。今日は大丈夫そうですかね。早めに終わらせました。あ、そういえばあのちょっとサッカーとは関係ないですけど、自転車の件あれ、解決しました。なくなった自転車。あ、一回、これもう、ま、前もラジオとかで言ったんですけど、徳重さんがあのママチャリくれて、お、徳重代表、はい、球団代表、毎日乗り回してます。なるほど、はい、あ、乗り回してる。あんまり気をつけてくださいね。怪我をしてないように。え、よくあの走ってます、チャリで。あ、チャリで走ってます。街中をもう一人で。よく目撃されるんですよ、そうです、いろんな人に。え、結構走ってるんですか。結構走ってます。目的なく。いや、目的がありますよ。あの、どっか飯食い行ったり。ああ、よかった、よかった。目的よく走り回ってるのかなと思って、びっくりしました。はい、さあ、そして、初のね、出演になりました、武選手。いやー、こんな早く来るとはちょっと思ってなかったですけど、素晴らしいゴールでしたけれども、どうですか、このワンゴール夢を届けプロジェクトの存在、知ってました？知ってますね、もちろん。なんで知ってるんですか？見てますね、いつも。あ、ちゃんと見てくれてるんです。見てますね、はい。じゃあ、あの再生回数の中の一人なんですね。そうですね。ありがとうございます。そして、さつか選手、お願いします。ありがとうございます、はい、ね、結構もう恒例の常連になってきてますけど、2回目の、はい、2回目の出演ということで、ね、いつも隣に有田選手がいますけど、そうですね、今日ちょっと回す人がいないんでちょっと心配なんですけど心配ですけど、はい、まあ、僕に任せてください、今日は。はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、まずは YSCC 横浜戦のゴールをちょっと振り返っていこうと思うんですけれども、はい、 YSCC 横浜戦、まあね、あの去年もね、ちょっとうるさいやつがいるんですよね、あそこに藤本紀明っていうのは、はい、あれはすぐ入ってきたがりますから。テレビは編集できるから、親とか消せますから。すいませんね、本当に。あっちもね、ちょっとインタビューしてるんですけど、ちょっと本当に邪魔、すいません、広瀬さん。カメラマン、スタッフの皆さん、すいません、本当に。カノさんが悪い、そんな違う。お前がうるさい。全然進まないから。本当に。はい、じゃあ進めていきたいと思います。そう、YSCC 横浜戦、はい、去年もね、アディショナルタイムでしたかね、残り時間が少ない中で劇的ゴールを決めて、あれをちょっと思い出させるような、またヘディングで決めたっていう。そうですね、あれはもう完全にボールが良かった。あ、それこそ厚木ですけど、出してくれたのは、あの、完全にボールが良かったです。ボールが良かった。なんでヘディングする前に、あ、入ったと思いました。あ、振る前に、打つ前に、はい、はい、打つ前に、あ、これは決めれると思って。いや、で、宮崎戦もですよ、はい、ヘディングだったじゃないですか、はい、あれはちょっと難しい、ゴールに背を向けるような形でのヘディングだったじゃないですか。あれは、なんか打った瞬間はあんま覚えてないんですけど、はい、ちょっと後ろにいて、ミクトが蹴る瞬間にパッと前出て、はい、あの、先に、まあ、触れたら入るだろうなって感じで、
ちょうどもうミクトからあんないいパス来ると思わなかったんでびっくりしましたけど、ミクトからあんなパスが来ると思わなかったあんまり信頼してなかったじゃないですか。まあそうですね、あいつはなんか抜くまではいいんですけど、はい、最後が雑なんで、いつもああなるほど、三田選手聞きました、最後が雑なんで言いますからちょっとしてください、抜いて満足しないっていう、そうそうです、それが大事なんで、で、まあ、でもびっくりするがいいボール来て、はい、来て、まあ当てるというよりはこうなんだろう、反らすだけというか、うんうんうん、まあいい感じに、まあ、鹿児島来てまだ頭でしか取ったことないんでね、確かにね、足で取りたいなと次は、いや期待してますね、技術の高さはもちろんのことですけど、あえて頭でも取れるって頭利きなんじゃないかと思ってるんですけどじゃないですよね、じゃないですね、じゃないですよ、すいません、皆さん足での羽田選手のゴール期待してください、ありがとうございます。うっさいな本当に藤本のりあけは。はい、そして2ゴール目宮崎選手ですよ、はい、2ゴールを決めてくれたのが薩川選手、はい、入ってきた方はどんどん入ってきてくださいね、はいはいはい、薩川選手はい、ね、あの藤本のりあけ選手の、ね、途中交代出てきて会場の雰囲気をガラッとちょっと変えてくれて、であの見えてたのかなと思うような落としをこう右足利き足ではない足で決めてくれましたけど、ちょっと振り返ってもらっていいですか。あのノリ君があんまりいい体勢で打てそうになかったんで、はいはい、呼んだら来ました。呼んだんですか、ね、はい、呼んだら来たし、あの試合後ノリ君が言ってたんですけど、はい、あの俺の声が聞こえて感覚で出したって言ったんで、狙い通りのゴールですね、はい、あとはもうだからノリ君がスーパーでした、あの落としは。ただでもあれ利き足じゃない右だったじゃないですか、はい、あの辺りのこう不安というかどうしようってなんなかったんですか。どうしようはなかったですけど、逆に右足の方が力が抜けて何も考えず打てるんで、逆に、はい、いいです。左足だとなんかいろいろコース狙っちゃったりするんですけど、右足だったらもうとりあえず当てようみたいな、はい、なるほど、素晴らしい。でその後もね、自分の大好きなパフォーマンス、はい、写真が見れるかと思ったけど、まあ、ちょっと ね、 そうですね、あのビハインドの状況だったから、はい、状況が状況だったんで、でもあの切り替えてボールを持っていくみんなの姿勢っていうのも、またサポーターは胸熱した瞬間じゃなかったかなと思います、はい、ナイスゴールでした、はい、ありがとうございます。さあ、そしてご自分で理解されてますか、あのゴール。実はあんまり覚えてないですね。実はですよ、はい、鹿児島ユナイテッド FC の最年少ゴール達成となりました。おめでとうございます。過去の最年少ゴールは2015年に福島龍也っていう鹿児島実業から卒業して入ってきた選手がいたんですけど、その選手が18歳と184日でゴールを決めたんですね。自分何日ですか。18歳と183日なのですごいね、はい、すごい。なのであのもうこの間の試合で決めてなければクラブの最年少ではなかったっていう、ね、だから持ってる男だなと思いながら、そういった部分を踏まえて、あの同点ゴールアディショナルタイム、会場が一番沸いた時間じゃないですかね。どう、ね、どうですか、振り返ってみて。なんか興奮しあんまり覚えてないですけど、はいはい、藤本さんが背負った時に絶対もう前にパス来るなって思ってた。そこから、まあ、いい風にパス出してもらって頭でうまくゴールの方に持っていけて、まあ、あとは思いっきりも振り抜いたゴールでした、ね、あれ相手はちょっと打つまで待ってるような感覚を、ちょっと待ってるのかなっていう感じで見えたんですけど、はい、いや、そうでもないっす。そうでもないっす。そうでもない。そうでもない。そうでもない。もう結構必死にそうでもない。そうでもない。いや、そんなん言わなくていい僕をいじり出しました武聖也恐るべしやいや、それにしてもでもあのヘディングのまずファーストタッチが結構勝負を決めたなって思うんですけど、そうですね、自分の思ってたところにちょうど受けたので、うん、うまくシュートまで持っていきました。いや、素晴らしいゴールでした、ありがとうございました。さあ、ということで、今回4点分入ったので、それぞれ2回、1回、1回投げてもらって行き先を決めていきたいと思います。それではダーツやっていきましょう、よろしくお願いします。お願いします。はい、カット。はい、ありがとうございます。大丈夫いやいや、結構いい感じだと思います。結構いい感じ。眠たい、あ、すいません、ワン選手疲れてる。じゃあ巻きでいきましょう。ワンゴール夢をお届けプロジェクトとは、リーグ戦でゴールが決まるとワンゴールにつき5球のサッカーボールをダーツが当たった鹿児島県内の小学校または施設に寄贈させていただくという夢プロジェクトです。さあ、ということで、ダーツの方投げていきましょう、はい、YS 戦の分と宮崎戦の分と、はい、ちょっと投げそうな感じですけど、もうちょっとだけ待ってください、はい、疲れてるのは分かります、すいません、本当に2回投げてもらうん で、 で真ん中に当たったらスペシャルは自分の母校、はい、どこ小学校ですか。横浜市立南本宿小学校です。そこに届けましょう、はい、届けたいですね、じゃあスペシャル狙いということで、はい、
それではハロット選手お願いします。うわ惜しい、ちょこっと下ですけど、西の表市おめでとうございます。西の表市、はい、種子島ですね。種子島になります。すごいとこだ。西の表市からすごいところだ本当に思ってます。あんまり感情が入ってない気がして。ああ、ありがとうございます。じゃあ、宮崎戦の分も、はい、お願いします。うわー惜しい、これはちょっと下気味なので龍郷町おめでとうございます。はい、龍郷町、これ奄美です。奄美ですか。すごい、島に2つ当てていただきました。ありがとうございます。龍郷町、去年のユニフォームの柄、はい、龍郷柄、はい、です。そう、柄あったんだよさすが花戸選手、花戸武士が、炸裂しております。柄あったっけ、龍郷町の皆さん謝ってくださいもう本当に。はい、すいません、謝り方も軽いですね。さあ続きまして宮崎戦2ゴール目決めていただきました薩川選手に投げていただきます。さあ狙いありますか。もうスペシャル、スペシャルで、はい、分かりました。小学校は清水袖師小学校です。清水袖小学校、はい、あ、静岡です、はい、静岡ですね。それでは薩川選手お願いします。なあ、連続して西の表市、本日2回目となりました。おっしゃ。いやでもこれガチンコですから、西の表市に2回刺さりまして、龍郷町、さあやってまいりました。クラブ最年少得点記録を、更新しました。武選手、狙いはスペシャル。スペシャル、鹿児島市とかではないんですね。そうですね、はい。あ、ダーツ経験はありますか。あるんですけど。あ、そうなんですね。でもやったことあるんですよ。あれさ、あれ、じゃあ期待できますね。さあ、それでは武選手、宮崎戦のゴールのようにスペシャルを射抜くことができるかお願いします。うわー、惜しい、これは若干下気味ですね。霧島市、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、ということで西の表市龍郷町霧島市抽選やっていきましょう。よろしくお願いします。何ですか、抽選。え、小学校決めない。今日抽選。あ、長えなみたいな話。もうちょっとで終わるんで、すいません、もうちょっとで終わります。はい、すいません、本当に。さあ、ということで、ここから抽選をやっていきたいと思います。それではまず花戸選手、はい、西の表当てていただきましたので、はい、西の表、穂の中から引いていただきましょう。お願いします。さあ、発表してください。はい、遺跡小学校。遺跡小学校、おめでとうございます。迷いながら、ね、かなり言いましたけどなかなか珍しいです、ね、珍しい名前ですね。ということで遺跡小学校おめでとうございます。さあ、そして、西の表もう一人は薩川選手当てていただきました。そのまま行っていただこうと思います。はい、さあ、どこ小学校でしょうか。そのまま下西小学校です。下西小学校おめでとうございます。さあ、西の表は下西小学校と、遺跡小学校ということになりました。続きまして花戸選手、龍郷町当てていただきましたんで、さあ、じゃあ龍郷町2468校の中からお願いします。どこですか。龍郷小学校。龍郷小学校おめでとうございます。迷うことなく引いていただきましたけど、さすが、もう早く帰りたい感がものすごく出てますね。さらに巻いていきますから。さあ、そして、武選手、霧島五稜選手の母校も入ってますし、はい、前回ね、五稜選手も当てていただきましたから。母校ですか。はい、さっきちょっと五稜選手が来て、自分の母校当ててねっていうふうに言ってたんで、はい、ぜひお願いします。別に入ってますさすがストライカー、もう自分持ってます。じゃあちょっと多いので、自分でこの中から好きなの選んでください。はい、はい、さあ、ストライカー武選手、早い。佐々木さん。お、どこですか。佐々木小学校です。佐々木小学校、五稜選手の母校ではありません。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。すごいっすね、ね、3人とも小学校引いて反応薄っどんな感じいや、おめでとうみたいなさ、もっとなんかあるかなと思ったら、はい、龍郷小学校みたいなの、まあ、それがね、お三方らしいですけど、結構ね、薩川選手はじゃあみんなに合わせられるタイプなんですね。そうっすね、テンション高い人来たら、はい、高いでいけるし、そうっすね、
はい、根は陰キャなんで。あ、根は陰キャなんですね、はい、本当はここが合ってるのかなと。あ、はい、ってことは2人のこと陰キャって言ってます、ね、合ってます、大丈夫です、ディスってます、ね、ディスってます、ね、これで仲悪くならないでください、はいはい、辰郷小学校、遺跡小学校の皆さん、ボールが5個届くと思いますのでサッカー楽しんでくださいありがとうございます。最高の笑顔でもう終わりが見えてきたからあ、やっと終わるって笑顔が見えました、佐々木小学校の皆さん、自分の初ゴールで5球届けることができます。ぜひプロサッカー選手目指してこの5球で遊んでください。はいありがとうございます、はい、ういういしい感じ。このね動画をまた自分のメッセージとかまた何年後かで見たときに、あ、ういういしいなって思うかもしれないですね。でも本当記念すべきボールゴールでボールが届きますから、すごい、はい、佐々木小学校の皆さんおめでとうございます。はい、下西小学校の皆さん、僕のゴールで、ボールを届けることができます。このボールでたくさん遊んでください。鹿児島ユナイテッドの応援もよろしくお願いします。完璧です、ありがとうございます。もう言い慣れてますね、はい、もう何回も出てますから、はい、さあということでこれから常連になっていただきたい選手たちでございますから、またの出演お待ちしておりますので、はい、あんまり出たくないみたいな僕も自転車持ってきましょうか一台家にあるから2台いります？いや大丈夫わかりましたということで今日はですね、YCC 横浜戦でゴールを決めた花戸選手、宮崎戦でゴールを決めた、竹選手、薩川選手に来ていただきました、皆さんまた次の試合も頑張ってください、はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。疲れてるところありがとうございます。いやー山君、はい、振り差しがなくなった。あれ、ここに置いてた取り差しが、ゴリオ純喜のために持ってきた取り差し、そうなんです。さっきあいつ多分持って行ったんですよね、袋だけ持って逃げていっちゃいました。多分映像に残ってないから。あ、ダジョウ小学校今なんか見たじゃあやってきます。いやー、ゴリオ純喜でここで贈呈式をする予定だったんですけど、なんか時間がないどうのこうのって言って先に袋だけ持って逃げていっちゃったんで、すいません、皆さんの前で贈呈式できずに本当に申し訳ありませんでした。次会った時に懲らしめてやるんで、はい、お楽しみに。ありがとうございました。田野さん、本当に取り差しありがとうございます。またもらえるように頑張ります